皆さん、こんにちは。なんちゃって SE のロビンです。セミの話の4回目をやっていこうと思います。前回は、この貧弱なオーディオ遍歴について、いろいろと話をしました。で、この話で、私が大体どんな風に、音楽を聴いていくか、ということを話をできたと思います。で、今日は、実際にどんな音楽を聴いていたのか、という話をするわけですけども、その話は、このビートルズを聴くまで、それから、ビートルズの、自体の話。それから、ニューロック。いろんな呼び方があるとは思いますが、ここではニューロックというふうにくくろうかなと思っています。私が聴いている音楽の話というのは、この3つの項目で、話そうかなと。それで、まず、このビートルズを聴くまで、ビートルズという、有名なロックバンドのことを知るまで、ということなんですけども、まず、このマイウェイと書いてますが、このマイウェイという映画だったんですけども、確かあれは中学の1年生の時に、このマイウェイを見る映画鑑賞会というのが学校でありました。で、そこで、そのマイウェイという曲を、聞きました。で、歌ってるのは、このフランク・シナトラという有名なベテラン歌手で、作曲は、ポール・アンカという人の曲で、これが、かなり印象に残りました。で、それ以降、洋楽、日本の曲よりは、どちらかというと、洋楽の曲を意識して聴くようになりました。で、それは本当にきっかけの話で、
まあ、次にこのカーペンターズなんですけども、まあ、多くの人にとって、まあ、このカーペンターズというのは、まあ、洋楽の入り口になるような、アーティストかなと思います。で、まあ、すごく有名な、有名なんですけども、まあ、最高の女性ボーカルではないかな。でも、まあ、女性ボーカルというのはカレン・カーペンターなんですが、まあ、この人、本当はドラマーじゃないので、話もあります。まあ、聞くところによると、まあ、大したレッスンも受けていないのに、まあ、ドラマの、まあ、ドラム数を叩くセンスというのが抜群だった。まあ、そういうふうに言われています。で、まあ、カーペンターの音楽というのは、教科書に、学校の教科書に載るような名曲がたくさんあります。まあ、音楽の教科書に、まあ、こういったポピュラーミュージックの、曲が載るのが良いのかどうかというのはわかりませんが、まあ、載っていてもおかしくないような曲が多い。で、まあ、ただ、まあ、そんな有名なアーティストですが、まあ、ここにカレン・カーペンターの苦悩を書いてますけども、まあ、これはどういうことかというと、まあ、カーペンターズとして、彼らがデビューをした頃、まあ、彼らの両親は、まあ、このカレンに対して、お兄さんのリチャードよりも前に出てはいけない、あるいは目立ってはいけない、まあ、彼らのご両親というのは、まあ、お兄さんのリチャード・カーペンターの才能は認めていましたが、これですね、カーペンター。お兄さんの才能は認めていましたが、この妹のカレンの才能というのは全く評価していませんでした。なので、この彼女は、まあ、自分の両親から、まあ、お兄さんよりも目立ってはいけない、そういうふうにちゃんとわきまえなさいという非常につらいことを言われていました。まあ、そういう意味で、まあ、おそらくカーペンターズの初期の頃というのは、まあ、非常に苦悩が多い時期だったのではないかなと思います。
まあ、センターズにはビートルズのカバーというのが、まあ、何曲かあって、まあ、有名なのは涙の乗車券、セールス、プリーズミスターズ、ポストマン。まあ、これはビートルズの曲ではないんですけども、まあ、ビートルズも演奏していた曲です。で、まあ、カーペンターズを聴いて、まあ、ビートルズの存在を、まあ、知るようになった。ということになります。で、次に、まあ、ピーター・クランプトン。これを聞いていた頃というのは、まあ、私が、中学1年の頃、つまり、75年、1975年頃ですかね。まあ、ちょうどその頃に、このカムズ・アライブという大ヒットライブアルバムというのが出て、まあ、中でもヒットしたのが、Show Me the Way という曲。で、まあ、この曲は、この Talking Moderator というエフェクターを使ったギター演奏と、まあ、曲の良さで、大ヒットした曲だったと思いますし、まあ、非常に印象的な曲でした。まあ、それを、まあ、どんな曲だったのか、まあ、動画の中で曲をかけると、まあ、結構、まあ、公開してもブロックされたりするので、どうしていいんですが、まあ、こんな感じで聞こえるのかどうかわかりませんが、まあ、これで入ってるんですかね。あんまり聞いてると、やばいので、まあ、このぐらいにしますが、まあ、大体ビートルズを聴くまでに聴いていたのは、まあ、このカーペンターズかピーター・クランプトンで、あと、まあ、FM の番組で、ダイヤトーンポップスベスト10という番組がありました。まあ、土曜日の確か午後2時からやっていたと思います。で、確か午後1時からは火曜ベスト10をやっていて、2時からがポップスベスト10だったと思います。で、まあ、火曜ベスト10の方はあんまり聞いていませんでしたが、
楽しみでした。カーペンターズかイーサン・フランストン以外は、その番組でかかる曲を聴いていた。あるいは、このサウンドストリートですね。この渋谷陽一さんの番組。で、その中で記憶しているのは、このベスト20、ハードロックとかプログレッシブロックの、確かこれは人気投票によるベスト20というコーナーがあって、で、それの記憶が、割と残ってるかなという感じです。特にこのプログレベスト20は、印象に残っていて、確かこの時1位になったのが、エマーソン・レイク・アンド・パーマーの、悪の経典第一印象パート1でしたね。他にもいろんなプログラムの曲がかかっていました。で、渋谷陽一さんっていうのは、非常に早口で軽快に喋る人なので、どういうアーティストのどういう曲だったかっていうのが、非常にわかりにくいというか、覚えづらい。そういうのがあって、カセットテープに録音はしたんですが、この曲は誰のどういう曲だったのかというのが、なかなか思い出せなくて、その後、10年後にやっと分かった曲とかも確かあったと思います。ビートルズを聴くまでは、こんな感じ。で、このほとんどは、誰かから、カセットテープを借りたり、あるいは FM からエアチェックしたものを聞いていました。自分でレコード盤を買ったわけでは、この当時は自分でレコード盤を買ったという記憶はありません。で、それは、ビートルズも、同じだったかなと。思います。で、ここにもいろいろ書いていますが、これを全部喋っていると、結構時間がかかりそうなので、次回にした方がいいと思います。
今私はビートルズがデビューした年に生まれています。まあ、つまり62年。で、9月生まれなので、ビートルズがデビューする1ヶ月前に生まれました。そんな話で、まあ、だからビートルズを聴いていましたというわけではないんですけども、まあ、その辺の話は、また次回の動画にしようかなと思います。今日は、ビートルズを聴くまでは、どんな曲を聴いていたのかという話をしました。今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。